どうやらマグロはたくさんいるみたいなのですが、カツオがね、いるのに食いが悪いので、ちょっと渋い状況ではありますね。さて、この日はですね、場所は相模湾のど真ん中、沖ノ山という瀬があるんですけれども、沖ノ山の西側からスタートです。餌はいつも通りのオキアミです。私の餌は昨年の12月にマイナス60度の冷凍庫で凍らせておいた蜂蜜漬けのオキアミ。お酒やみりんで蜂蜜を伸ばして使うイメージです。蜂蜜とかシロップにつけておくと、冷凍しても質感を保ったままプリプリでかなり長持ちしますよね。針はオキアミマグロの20号。この時期もしかするともう少し小さい針の方がいいかもしれないんですけれども、この日私は20号を使いました。武器は、僕はオモノバスターかサニー障子ワンタッチ缶を使っています。ワンタッチ缶はですね、止め線を追加してコマセの出具合を調整します。で、ハリスの長さ、この時期まだ追いかけっこです。9月の中旬から後半にかけて追いかけっこと流し釣りが混ざるようになってきて、次第に流し釣りにシフトしていくのですけれども、例年9月の中旬くらいまでは例外なく追いかけっこかと思います。追いかけっこはですね、文字通り泳ぐ魚を追いかけて船で先回りして仕掛けを投入します。もたもたしていると魚はあっという間に船の下を通過してしまうので、素早く仕掛けを投入することがまずは釣り人の仕事と言えるでしょう。あまり長いハリスは扱いにくいだけで、手前祭りとかしてですね、かえってヒット率を下げることにもなりかねないので、通常ならハリス 4.5 メートルや長くても6メートルなどが基本的なハリスの長さになると思います。しかしどうやらここ最近の流れでハリスは長い方が食いが良いなんていう情報もあるので、ひとまず今回私は 7.5 メートルでやってみることにしました。で、普通であればですね、だいたいコマセを振ったらすぐに魚は船の下を通過するイメージなのですが、あんまり追いかけ回していると魚がだんだん擦れてしまうんでしょうね。次第に魚の動きが複雑になっていって、我々が仕掛けを投入すると魚は嫌がるように進行方向を変えてしまうので、なかなか魚が船の下を通過してくれなくなっていきます。で、例えば別の船が仕掛けを投入して、その尾翼を見て嫌がったマグロが跳ね返ってきてこちらに向かってきて、遅れて反応が入ってくるというような、ちょっと変則的なタイミングがこの日の主なパターンでございます。いわゆる時間差のパターンです。時間が経過すれば当然コマセは吐けてしまうので、このパターンをクリアするにはどうやってコマセを巻くのがいいんでしょうね。答えはきっとあるはずですが、残念ながら私はこの日このパターンをクリアすることはできませんでした。で、途中からとんでもない豪雨です。やばくね、この雨やばいね。もう本当後ろに乗ればよかったと思って。後ろの方がいいよ。そうだよ、だって避けるとこねえんだもん、ここここだったな。負けちゃうな。いやいや、カツオじゃない。マグロマグロ。
前、たかしくん前。ああ、めっちゃ前行ってるよ。やばいね、これ待ってね。あ、出ちゃった、上がってきちゃった。じゅんちゃん、鍵持ってさ、あれ、拾えるようになったら拾って。鍵、鍵。ビス？うん。ちょっと、今の感じに教えて、ちょっと分かんないダメ。前、前。前。いやー、すげえ、あれ。ね、期待しちゃったわ。ありがとう。よし。どう、乳酸の曲がりはどう？やべ、下行った長い。あ、リーダーリーダー。大丈夫だよ、出てくるよ、たかしくん。もう全然走んないから大丈夫だよ。おっしゃー、やっぱりこの手でできたぞ。ありがとう、たかしくん。いやいやいや、いいとこに回ってるね。あれ？こっちか。うわ、痛い。いやー、すげー。